ハザスリブロです。今回ですね、新しく発売されましたハイキューの小説版13巻モンスタージェネレーションを終えという小説の紹介をやっていきたいと思います。この小説がどういうコンセプトかと言いますと、記者の江中文さんと山本茜さんがモンスタージェネレーションの選手たちやそれに関わっているキャラクターたちをインタビューしていく、取材していくという形で進む小説になってます。なので懐かしいキャラクターや今まで見れなかったキャラクター同士のやり取りなんかが読める一冊となっております。モンスタージェネレーションを追う取材記 1,2,3 と分かれております。なのでその3つの最初のページをそれぞれですね、読んで紹介させていただきたいと思います。アニメ派の方はネタバレ含みますのでご注意ください。取材記1、企画立案、都内の取材へというところの数ページ読んでいきたいと思います。小さな拳が熱く震える。東京へ戻る新幹線、その座席にちょこんと小さく収まった山本茜の目に車窓の景色は映っていない。彼女の脳裏に繰り返し繰り返し映し出されているのは、ついさっき終わったばかりの試合、亀井アリーナ仙台で開催されたシュバイデン・アドラーズ対ムスビー・ブラックジャッカル戦だ。会場の熱気がまだ体にまとわりついてムズムズと落ち着かない。はぁ、緊張感に耐えかねて大きく息をつき、茜は決心する。絶対追いかける。え、何を？隣の座席にいた月刊バリボーの先輩記者江永文がキーボードを叩く手を止めた。あ、すいません、邪魔しちゃって。ううん、ちょうど休もうと思ってたところ。江永はノートパソコンを閉じて聞く。で、何を追いかけるの？モンスタージェネレーションです。茜の目が輝いた。そして拳を握り喋り出す。私思ったんです。日本バレーボール界の長い歴史にはもちろんこれまでもキラ星のごとく優秀な選手、伝説と謳われる選手が多数いたことだろう。これまでの常識を覆すような才能や戦術が現れるたび、バレーボールは刻々と進化してきたのだと思う。その歴史の一番先端、ちょうど今もまたそういった規格外の選手たちが同時多発的に現れている。その場に居合わせている自分はなんと恵まれているのだろうか。この幸運に甘えることなく、感謝を忘れずしっかりと意識的に彼らを追いかけていきたい。はい、ということで最初の方を少し読ませていただきました。山本茜ちゃんがモンスタージェネレーションを追いかけるという話なんですけど、九郎哲郎から始まって牛若、影山、そしてなんと福永のインタビューもあります。研磨のインタビューもありますし、木の葉だったり猿食い、込みやり取りをしてますね。じゃあ続きまして、モンスタージェネレーションを追う取材記に、始まりの地森の都へを少し読ませていただきたいと思います。JR 仙台駅、ついに仙台。新幹線を降りた茜は胸いっぱいに1月の冷たい空気を吸い込んだ。先輩記者江永文のアシスタントとしてついてきた1泊2日の宮城取材観光である。1泊2日の宮城取材観光である。日本の主砲牛島若俊、2メートル超えの逸材百沢雄大、そして影山飛雄、日向翔陽コンビを育んだこの土地には話を聞きたい関係者がたくさんいたが、2日間で会える相手は限られている。1分1秒も惜しい気持ちで茜は改札を出た。校内のお土産売り場と牛タン通り寿司通りに心を奪われつつ、まずはディビジョン3の2試合が行われる私立体育館へ向かう。江永は第1、第2試合の取材の後高校の取材へ、茜は第1試合の後金色スポーツジャンパーズの大平レオン選手、中島健選手とのインタビューがセッティングされていた。タクシーの中でも流行る気持ちを隠せない茜に江永がキリリとした顔を向ける。取材頑張ってね、そして夜は美味しい牛タンを食べよう。はい、という感じなんですが、中島大平から始まって青根二口だったりとか、仙台フロックスの京谷とか、そしてですね、この京谷のインタビューの時に月島と小金川も出てきてます。3人同じチームなんですよね。そして天童も出てきてますし、なんと鷲城監督のインタビューもありますね。そして最後ですね、モンスタージェネレーションを追う取材記3、大阪、そして新たな伝説へを少し読んでいきたいと思います。ムスビーブラックジャッカル、アウトサイドヒッターサクサ清美、試合前大阪府内私立体育館控室にて。そして宣言通り茜は大阪にいた。失礼します。ドアを開け、試合前の選手控室に入ろうとした茜の脇をコンテナボックスを抱えたスタッフがすいません通りますとすり抜けていく。
サクサ選手、チェックした分こちらに置いておきます。と長机に置かれたボックスに入っているのは、どうやらファンからの差し入れのようだった。サクサ清美はマスク越しのこもった声で、どうも、と返事して続けた。欲しいのあったら、みんなで分けてくれていいから。その言葉を聞いて、茜は思わず声をかける。優しいんですね。いぶかしげに睨んできたサクサに、遅ればせながら挨拶する。すいません、取材で伺いました山本です。今日は試合前のお忙しい時に申し訳ありません。ああ、聞いてる。疑うようなサクサの厳しい目がほんの少しだけ緩んだ。スタッフの方たちにお裾分けなんて優しいんだなと思って。いや、サクサが言葉を濁した時、ちゃうねんちゃうねんと突然割って入ってくる選手がいた。セッターの宮厚夢選手だ。ちゃうねん、オミ君怖くて触られへんねん。え、ファンからの心のこもった差し入れやんか。オミ君つこたってや、タオルもシャツも、はい、これこれも。嫌がるサクサの肩をがっしりと掴んだ厚夢が次から次へとプレゼントを渡していく。やめ。サクサは顔をしかめてスルリと逃げ出したかと思うと、もう行く。と足早に控室を出て行ったのだった。え、あの、サクサ選手、取材は？呆然と立ち尽くす茜に厚夢が気の毒そうに声をかけた。ごめんなぁ、オミ君ああいうやつやね。ほな。と手を振って厚夢も出ていく。え？プレゼントとともに置き去りにされた茜がレコーダー片手に悲痛な声を上げる。なんで？はい、ということでここだけ読んでも面白いんですけども、他がですね、宮治、そして北さんで、小次郎アランと白馬ガオとかですね、あと岩泉のインタビューもありますね。最後に日向翔陽、配給小説版13巻のですね、紹介をさせていただきました。こんなインタビューがあったのかとか、こういう風に思ってたのかとか、こういうやり取りをこの選手たちはやってるんだなというシーンを楽しむことができるので、読んでいただけたらと思います。先日上げさせていただきました配給の最終巻45巻の動画とですね、配給のファイナルガイドブックの動画も上げさせていただこうと思ってますので、そちらも見ていただけたらと思います。ということで本日もあざした。